16日に開幕した雪稜社工芸2024は、熟練の工芸家による作品と時代を担う若手の作品が2本立てで展示されています。若手工芸家の部門は、日本海側にある6つの大学の学生などを対象に作品を募集し、金沢美術工芸大学4年の吉野修平さんが大賞に選ばれました。卒業制作に取り組んでいて、すごいびっくりして、もうそれどころじゃなくなったような、そういう感じです。この4年間を通して中金のすごいいろいろ面白いとか、こういうのやってみたいってたくさん見つかったので、就職してからもいろんなことにチャレンジ、作品作りとかチャレンジしていきたいと思います。作品展は来月25日まで開かれます。